スタートしました9番トーキングドラムコースタートからまずは外目から出ていきます7番のラングレー内から2番バッドボーイ6番グワンチャーレと先団4頭バックストレッチへ出たところで2番のバッドボーイ内から逃げていきますリードを1馬身半2馬身です2番手以降は固まります6番のグワンチャーレ外に7番のラングレーが行って2番手3番手4番手外に9番の トーキングドラム、間からは3番、ダッシングブレイズ、先端につけていきました、インコースから1番、メドーラークといっています、固まりました、1番審差、中段馬群に5番のケント王、この外に11番、シベリアンスパーク後方から3頭目、内を進む4番のサトノラーゼン、坂を登っていきます、2馬身がいて、後ろ2頭、8番、シェルビーと10番、マテンロー・ボスという展開となっています、坂の頂上から下りに入っていきます、3、4コーナー、中間へ向かう各馬。 2番のバッドドボーーイが逃げていきますリードを1進半ですリを番番で2手は外に7番のラングレー内から1番、メドーラーク2番手、3番手600を切ります4番手、外目から9番、トーキングドラム2番手集団固まって4コーナーカーブへ。その後ろ ガンチャーレ、剣闘ダッシングブレイズは中段のインコース外にはシベリアンスパーク直線サトノラーゼン後方です逃げるバッドボーイに並んでいくメドーラーク3番手以降を広がって和軍の中健闘内はダッシングブレイズさらにグワンチャーレトーキングドラムが追い込んでくる前が広がっての攻防になりましたメドーラーク200を切ってグワンチャーレ最内はダッシングブレイズ外からトーキングドラムが追い込んで間から剣闘と混戦になっているダッシングブレイズ戦闘2番手争い接戦になっているダッシングブレイズダッシングブレイズゴールイン 2番手は最後2頭5番のケント王と6番のグアンチャーレです